こんにちは、研究ニュースの今野です。今週の私の推奨馬は、中山の日曜日の3レース、こちらに出てますグローリーシーカーですかね。まあ人気でしょうけれども、まあ、前走はこの馬のデビュー戦ということで経験馬相手でかなり厳しい競馬になるとは思われましたけれどもね、まあ、前半はねいかにもちょっとデビュー戦ということでついていけませんでしたけれども、まあスピードに乗ってからのね加速はちょっと目を見張るものでした。かなりね外外を回って強引には見受けられましたけれども、それでもね最後まで足を使って上位勢2頭との差をねじりじりと詰めて、未勝利、今の未勝利の中ではね、まあ、自力上位ということを、示しましたので、まあ、叩かれた今回は順当に勝負機ではないでしょうか。まあ、ちょっとね先ほども言いましたように人気ですので、オッズと相談して単勝なり3連単なりというのを馬券を組み立てていきたいと思います。それで続いて大阪杯ですけれども G1、こちらはね里のダイヤモンド、ひとたたきされた里のダイヤモンドを狙ってみたいと思います。前走はね、まあ、追い切りを見てもいかにも久々感がありましたしね、まあ、目標は先、まあ、いわゆる大阪杯だなといった印象がありました。まあ、それでもね最後はしぶとく足を使って、まあ、自力のあるところは見せましたので、まあ、今回はねもう言い訳も聞かないので、ズバリ単勝で勝負してみたいと思います。以上です。